増田関夫は日本の政治家、衆議院議員、青森県議会議員、小泊村議会議員を務めた。兄は大手レコード会社ビーインググループの代表取締役社長、増田ダ則。1957年6月5日、青森県小泊村生まれ、青森県立木造高等学校卒業後、拓殖大学に入学の地中退。 1986年、こどまり村議会議員選挙に初当選。以後3期務める。1999年、青森県議会議員選挙に初当選。2003年、同会農林水産上任委員長に就任。2005年の第44回衆議院議員総選挙に、青森一区より無所属で出馬するも落選。2009年の第45回衆議院議員総選挙に、 青森一区より無所属で出馬するも落選。2010年の第22回参議院議員通常選挙に青森県選挙区より立ち上がれ日本公認で出馬するも落選。2012年の第46回衆議院議員総選挙に青森一区より日本維新の会公認で出馬するも落選。2014年の第47回衆議院議員総選挙に青森一区より 維新の投稿人で出馬。小選挙区で落選する者の,の比例党北ブロックにて初当選した。2016年3月27日、民進党に合流。2017年の第48回衆議院議員総選挙では希望の投稿人で出馬するも4万秒差で惨敗、比例復活もできず議席を失った。選挙後、民進党青森県連代表の田辺貞夫は、 突き放すつもりはないが、党が違うので、距離感は難しい。副党はないと思うと述べた。2018年5月の国民民主党結成には、参加せず無所属になり、また、同年9月には、同党から参院選出馬を打診されるも誇示していた、ことが明らかとなった。2020年8月19日、旧立憲民主党、青森育史部長に就任。 同年9月29日、旧立憲民主党と旧国民民主党の合流新党である立憲民主党は常任理事会を開き、増田をオジ衆院選、青森一区公認候補に内定した。2014年衆議院議員選挙の際、電話による選挙運動の報酬に現金を渡したとして、増田の選挙運動員2人が2015年2月19日、 公職選挙法違反罪で起訴された。2015年5月29日、青森地方裁判所は運動員両名に対して、懲役1年8月、執行猶予5年及び、懲役8月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。仙台高等検察庁は、この判決を受け、増田本人に対する、 連座性適用による当選無効を求める行政訴訟を検討したが、組織的選挙運動管理者に該当するとは直ちに認められないとの結論に至ったとして、基礎を断念した。ありがとうございます。